今日は皆さんに、現役生活最後の年の江本のピッチングをちょっと、見ていただこうと思いますが、はい、これ1981年、はい、昭和56年の4月12日、もう甲子園球場、阪神巨人、はい、確かね、開幕戦はどっか違うところだったと思うんです、はい、で甲子園の、まあ、一戦ですけど、巨人戦の最初のね、はい、でこれリリーフ私出てますけど、7対4で阪神3点リードの9回江本さん、ストッパーとして出てきてるんですね。そうなんですよ。でね、そのこの年はね、ちょっと前の年からね、ブレイザー監督が辞めたりしてね、はい、この年から中西さんが監督になったんですね。で本格的に中西さん監督になって、ピッチングコーチは藤江さんという人でね、はいはい、でどうも、まあ、その前の年からちょっといろいろ圧力があって、圧力、江本さんが数々、で私、球団にも、もう今年トレードを出すか、辞めさすか、どっちかしてくれって言われたこの年なんですよ。そうですか。でキャンプがアリゾナのね、はいはい、前の年から行ってる、今エンジェルスがやってる球場でね、はい、レブロー球場ってアリゾナ州テンピ、フェニックスのテンピっていうところですけど、はい、そこでマリナーズと一緒にキャンプして、はい、それでシーズンに入っていくというね、ことで、まあ、来たんですけど、はい、でもどうもその前の年ぐらいからね、まあ、私がどうもあんまり好きじゃなかったんでしょうね、ピッチャーもろくにいないのに、私に先発しろともリリーフしろともずっと言わないわけ、でオープン戦もろくに投げさせないで、アリゾナのキャンプで最後に3イニング投げてインディアンス相手に、で軽く抑えて、それでシーズン入っていって、キャンプも始まった、オープン戦も始まってるのに、まだ先発行くともリリーフ行くとも言わないわけですよ。考えられないですね、だからこっちももう忘れどっちって言うのもめんどくさいから、まあ、あんまりうまくいってなかったんで、はい、まあいいや、好きね、しろよってずっと待ってたわけですよ。そしたらチーム状態がどんどん悪くなっていって、開幕ぐらいの時にもうリリーフは誰もいなくなっちゃったんですよ、はい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 、先発はまあ誰かにやらずにしてもね、で最後開幕の前の日ぐらいにね、藤江さんでピッチャー、まあ、今あれだよ、今シーズンはリリーフが回ってくれるか、抑えの、リリーフで回ってくれや、で俺もその時は別に準備もせないんですよ。ああ、いや別にいいですよ、どっちでも、ああっていうところからスタートしてるんですよ。でこのあとね、5月ぐらいになったら今度先発がいなくなってね、で急に先発してくれって言い始めた。まあじゃあいいように、まあいいようにっていうか、まあどうなんでしょうね。だから私はね、自慢じゃないけど、2年目の、まあ、1年目からずっと1軍にいるんですよ、開幕戦、はい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 、これ確かね、結構な、記録とまでいかなくても、1年目の開幕戦も東映フライヤーズ、はいはいはい、開幕戦から1軍に入ってるんですよ、まあ、だって2月に入ってから入団したのに、やっぱり1軍メンバーにはもう入っていない、開幕の登録でプロ生活11年で一度も外れたことがないんですよ、だ開幕の時はいつも調子がいい、あというのは自分で調整するの知ってたから、はいはいはい、で、この年も、11年目ですから、11年目も開幕の時にはもう先発行ってもリリーフ行ってもどっちでもいいぐらい仕上げてるわけ、出来上がっている、ところがその首脳陣が決めないわけですよ。なんでか知らないけど、で仕方なくいなくなったからリリーフ行ってくれって言われて、多分この試合に行ってるんですよ。9回マウンドに上がって3点差、阿波口さんが先頭バッターで、まあこの日も、はい、まあどっちでもいいよ、まあ、とりあえず今年1年我慢してやろうっていうような顔の表情が、やる気満々っていう顔じゃないでしょ、なんかまあいいや、とりあえずやってやるよ、プレートの土の払い方、も乱暴ですねまあこの辺キャッチャーは若菜でしたけど、中野さんと江本さんと中野さんとはね、いろいろ逸話があるんですけどね、まあ逸話っちゃうんで、こいつは逸話で面倒見てたわけですよ、ね、ずっと見てたんで、まあこの辺も一緒にやってましたけど、はい、でこれはまあ先頭が阿波口でね、まあ、最強の5番打者でしたね、はい、巨人のこの当時のね、バットスピードとにかく速かったです、速かったです、
ね、今のあのアホの一つ覚えみたいに言う皆さんが言うフルスイングというのは、はい、もうこの泡口なんかはすでにやってましたよ、ね、うわー今の135キロですけれども、まあ、これはスピード感があの今よりまあ5キロから10キロぐらいね、はい、遅く表示される。おそらくスピードガンの出たての頃、収束で測るてた時代ですよね。トゥートゥーからおわっとインコースいっぱいのボール見逃しの三振ですよ。私はねあのコントロールがいい方のピッチャーじゃなかったんですけど、今のピッチャーみたいにあれはしないですよね。よく江本さんコントロール悪かった悪かったっていうのは、うん、こんなんじゃなくて、そう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 思うところに、あの、まあ、1個2個外れるということですよね。それを思ってコントロール、そうそう、ボールなんかもう1個外れてるぐらいですよね。だけどあのずっとそういういいところをついてるわけですよ。まず淡口さんこれもアンアウトを取ってバッターはロイ・ホワイト、ニューヨークヤンキースね、クリーンアップを打っていたバッター、大打者ですよね。はい、バッターだったですよ。これも初球ボールの後レフトに大きな当たりが飛んでいくんですが、これがボールのわずかに外側でお客さん入ってないですね。巨人阪神戦でもね、この頃は、あの4月とか5月はあんまり入らなかったんですよ。満員なのは大体もう7月8月ぐらい、オールスター過ぎてからね、甲子園はいつも満員だろう。そうですか、それにしてもちょっと川崎球場かといったらあのなんですが、巨人阪神戦ですよ。本当にお客様が、ね、こんなにいないのかというくらいに、ガラガラの甲子園で江本さん、9回1イニング、まあ、こんな時代だったんですよね。だからバックネット裏も空席ありますね。そうなんですよ、まあ、それでも一応他のチーム出るときは入ってましたけど、はい、で物が投げ込まれるんですね。そう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 、物は投げるしね、もうしょっちゅうこんなことやっててね、中断するしね、アンパイアいないじゃないですか。今アンパイアがいなくなっちゃいますから。いやあれ放送しに行ってるんですよ。あ、物を投げ込まないでくださいと。そう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 、だからもう本当にねマナーが悪いっていうか、まあまあこれが一つの球場のね、雰囲気だったんですけどね。はい、このロイ・ホワイトってのはよかったしね、パワーもあったしね、スイングの速さ見てくださいよ。でも空振り取りましたよ今のも、空振り、まあまあ今のも落としてるんですか。落としてますよ、コントロール本当あのビシバシに見えるんですけどね。これ全然コントロールいい方じゃないですよ。これもね、まあいいところへいいコースへ投げてますよ。まずやっぱりあの抜けたりとか、そういうのほとんどないですね。だからあのボール1個2個の勝負ですよね昔は、今はストライクゾーンってこんな広いから、はい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 、はい、私は1点しかないって、そこ行かなかったらちょっと外れればボールになる。あ、最後はこれもいいところですね、勝負球ですね。インコースに曲がってきたボール、ハーフスイング、ロイ・ホワイトが止めて2ボール2ストライク。いやいや投げてるのが顔に出てますわな。もう早くこのシーズン終わってくれよって。4月の開幕なのにさ。やる気なし。やる気です。はい。そしてこれはちょっとタイミングずらしてね。はい。そこから。ロイ・ホワイトをセンターフライに打ち取って、ツーアウト。懐かしいですね。あの藤田さんが監督で、王助監督。王さんが助監督。あのいわゆるトロイカ体制と言われていた牧野さんも、牧野さんですね。はい。で、ピッチングコーチが真ん中に座ってるんだから、味広いわけじゃん。でその後ろに中西監督、監督、まあ、はい、あの本格的な監督になったんですけど、 ね、はい、でまあ、中畑が来て、中畑はまだ元気な頃ですね。もうあの出始めの頃ですね、はい、初球はカーブかスライダーか、あのカーブですね。私はカーブは大きいのと小さいのっていう、はい、あの投げ分けてはないんですけど、ええ、自然にあのストライク取る時には、まあ、軽く、ええ、あの小さいカーブになる。はい、で勝負球の時は大きなストライクのボールになるか、ちょっと指のこの使い方っていうかね、2種類あったんですね。はい、投球2つ目打ち上げた、中畑の打球はショートフライ、真由美が取る、アウト、試合終了、7対4、阪神巨人を下しました。特に笑顔があるでもないですね、松さん。だから今見てください、もう勝利投手になった。いや嫌だからベンチで握手するの、これ。いやいや、アイドルもアイドルもっていう、そう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 、そういう感じで真由美がいて、それでもうさっさと帰ってきて、ベンチにいるのは監督だけだから、
中西さんが。それで今何を言いたいかというと、今みたいにアホみたいにみんなが出迎えてね、はい、ワンサーがやるっていう感じじゃないでしょ。そうですね、監督の基準工事だけでしょ。あの淡々としてますね、うん、その列作ってみんなで行列でどうもどうも、ね、もうピッチャー抑えたらもう監督とピッチングコーチだけがね、はい、ご苦労さんっていうだけで、もう他の選手はさっさかにもう、あのベンチに消えていくというね。いやいろいろとあの甲子園の、ね、うん、あの席もそうですし、うん、あの勝った時の出迎える今のね、うんうん、お話もそうですし、今の野球との違い、うん、違い僕ら解説の時言うでしょ、よく。そうですね、こういうことなんですよ。それと江本さん、コントロール悪い悪いって言いますが、ビシバシに見えました、うん、まああれでも悪い方なんですよね。はあ、もっといい人がいっぱいいたんですよ。逆に言うと今のピッチャーいかに甘いとかと。やっぱりさ、投げてないですもん、コントロールつきませんよ、そら。もうワンスとか力入れてグイ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 ね、はい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 、やったらもう力んで投げてるっていう、うん、だからあの記録は追いつかないでしょ、結局。はい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 、はい、だ最近記録もあんまり重要視されないしね。あ、そうですね、その時良かったでいいみたいな。本当ですね。まあだから それはそれで今の時代かなというね、うん、納得するしかないですよね。いやなんか今のピッチングを拝見すると、この年で途中でやめてしまったのがもったいない、うん、惜しい感じがしますけどね、うん、まあ、でもね、この時代はね、191勝でもやめる人もいたしね。はい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 、さっさかね、はい、やっぱり自分がもうある程度そのハードルを決めてて、そこへ達しないと思ったら、はたから見たらできると思っても、自分のプライドが許さないとかね、銭金じゃない、野球人としてのこのプライドがあって、まあいいか、この辺でやめちゃえや、どうせもう最後惨めな思いするから、そんなやったらもうそういう思いする前にやめよう、しがみつくってことはないんだ。中継ぎで1イニング投げてね、何十年もやろうなんて、そんなせこい発想はこの時代はみんなないです。いや、男江本武之です。いやいや、そんなことないです、アホなんですよ。いや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 、仕事をやっときゃもうちょっと金もどうなったのそれ言わなきゃいいのに。はい、どうも、よもさん。そんなことないです。ありがとうございました。